はい、こんばんは。世の中にはね、まあ美味しい袋麺、カップ麺、ものすごくたくさんありますよね。例えば日清焼きそば UFO とか、日清ソース焼きそばとかね、明星一平ちゃん夜店の焼きそばとか、まるちゃんごつ盛りソース焼きそばとかね、もう書ききれないほどね、他にたくさんありますね。麺類も私好きです。ということで、今回は、ね、袋麺の日清焼きそばです。粉ソースがついた3食分ですね。麺は蒸し麺です。最近ですけどね、ちょっと値上がりしましたけどね、それでも安い。これ一袋で108円やったかな、110円やったかね。ごつ安いよね。で、今回はですね、このもう具材は一切なし、麺とソースとこの花がつ、もうこれだけでやっちゃいますね。というのはやっぱりね、麺の味がどうなのかということはね、やっぱり具をね、たくさんいっぱい入れるとね、それはそれは美味しいのは当然ですけどね、まあシンプルにね、麺の味を確かめたいと思います。それとやっぱりソースですね。ここに入っているソースはね、スパイシーでね、パンチがあり、うまいですよ。はい、テフロン加工のね、フライパンはね、あまり高温で使用するとフッ素樹脂がね、ダメになりますよね。そこで高温に耐える鉄のね、やっぱりこのフライパンがね、いいですね。焼きそばはね、高温でパリッと焼くのが美味しいですね。ということで、いつも使ってるこのね、鉄のフライパンで焼きたいと思います。今日はそばだけ、具は一切入れません。そばだけ。とりあえずなるべく高温でね、ちょっと焦がし気味に焼きます。まあ焼きそばでもいろいろあるけど、お好み焼きソースとかね、とんかつソースとかね、あるいはこってりつけてね、この柔らかいとろーっとした焼きそばも美味しいですけどね、私はこれ今回は、ね、このパリッとね、固めに焼きます。ちょっと焦げ目がつくぐらいね。まあ焼きそばは誰でも好きやと思いますけど、昔ね、神戸の南京町のね、中華屋さんでね、この片面の焼きそばをね、食べたことあるんですよ。その味はね、ちょうどこれ、この日清焼きそば、これに似てるんですよ。ソースもべちゃっとしていなくてね、なんかパリパリのね、どういうのかな、片面。それでいてね、また香ばしくてね、ほんまにね、はい、この五徳がね、このように真っ赤けになりますからね。よっしゃ、もうちょい、ちょっと焦げてきましたね。ええ感じ、ええ感じ。煙が出るくらいのね、パリパリに焼きます。おーしょ、
粉ソースを入れます。これ一袋入れるとねちょっと多いんですわ。8割か9割ぐらいでいいですね。ちょっと残すぐらいで、はい、辛くなりますからね。あとは混ぜるだけ。見るからになんかパリパリとしてるでしょ。これでいいんですよ。これで麺そのものの味とねソースの味が分かるんですわ。具を入れていないからね。こういうことですね。ここに花がつおをかけます。はい、シンプルすぎるソース焼きそばです。シンプルすぎるね。そやけどね、これがやっぱりね、麺の味と粉ソースの味をね、知るためにはね、このシンプルさがいいんですよね。固めに焼いてね、ちょっと焦げ気味がいいんですね。具いらない。まあ、お世辞とちゃうよ、これ。ほんまほんま。ほんまに美味しいよ。